はい、こんにちは。はい、こんにちは。ということで、おはようございますって言ったらもうメイクバッチリで髪の毛もバッチリなんで、あれなんですけれども、今日は大学に行く日の Vlog をお届けします。メイクとかでもうヘアセットはしちゃったんですけれども、今から大学に行く準備だったりとかをしていきます。はい、今日は荷物は軽く行きたいので、なるべく最小限のものをね、カバンに詰めていこうと思ってるんですけど、最近、スマートウォッチを使ってるんですけど、充電が切れました。昨日の夜、充電するべきであったんですけれどもしてませんでした。今日はもう今私大学3年生なんですけど自由制作なんですよ。なんで特に決まった時間に行かなくてはいけないっていう縛りはないので気まぐれで支度ができたら電車に乗って行くみたいな感じです。最近は私メイクする時いつも UNEXT をね見てるんだけれども最近は秋山ロケの地図っていうテレ東の番組があるんですけどそればっか見てます。今日どのバッグで行こうかな。今日はこのギンギラのバッグで行こうと思います。はい、この中に集めていきます。なんかゴミが入ってるいっぱい。昨日このバッグ使ってたんだけどバッグの中身紹介とかいつも他の動画でやってるんで特に紹介はしないんですけど今日は大学に行って木に穴を開けたりとかします。最近はこのハンディファンを絶対持ってくようにしてる。はい、ってことで学校に行くんですけど結局パソコン持ってかなきゃいけなくなったんで大きなバッグで行きます。はい、着替えました。ということでちょっと支度します。もう支度はできてるんですよ。水筒ともう本当に私パソコン持ってくのマジで嫌なんだよね。クソ重いんだよ。はい、重たいパソコンを持ってきます。はい、あとじゃがりここれ昨日食べちゃったんで中持ってこう。よいしょ。普通にサラダ味チーズの中にサラダ味を入れて持ってきます。であと激アツなんだけど飴食べたいから持ってく。これも好き。はい、ちょうどいいもち丸なんかあったんでこれにそれでは行ってきます。ということで家帰ってきました。なんか頼まれました。何ですかこれ。これ美味しくってなんか本当はいちごタンフレ作ろうと思って氷タンフレあって作ろうと思ったんだけどこっちもうピシッとあったらめっちゃ美味しくってこれ頼みました。夜ご飯食べます今から。はい、ということでですねご飯を用意していただきました。コロッケです。美味しそうです。あとねこの前ドンキで買った海ぶどう、あとこれもドンキの韓国海苔です。ソースをたっぷりかけてということだったのでいかせていただきます。いっぱいかけます。美味しそうです。口紅も落としました。いただきます。いただきます。これはちょっとご飯食べていきます。こちら机がだいぶ汚くなっております。すごいですね。こうちゃんさ髪の毛の色すごいシャンしてなんかすごい黄ばんでなんか気持ち悪い今からだから嫌だ。映さないでって。私はちょっとこの机をきれいにしましょう。はい、またまた唇の色素を薄めでやっていきたいと思います。まずは机の上をきれいにしていきましょう。はい。この後 iPad でちょっと作業したいんですよ。このシーンをね撮ってお風呂に入りたいと思います。まずですね、朝あるものを分解して出たゴミを捨てます。これを捨てます。はい、捨てました。で、明日はですねビッグイベント、イリちゃんのライブがあるということで楽しみです。ということで今明日のライブに備えていろいろ準備とかもしたいなと思うんで、とりあえず机をきれいにしてます。1個いいのちっちゃいのでタンタンフルフル、しかも柔らかいのこれ。いちごだけ？いちごと多分あれが入ってる、かりんみたいなところいつもうちら飲めて、その時に入ってるさ甘いさ蜜みたいなで、多分それを一旦入れてから凍らせてると思う。でもやっぱ凍らせるといちごって酸味がすごいね。甘くて美味しいんだけどさ、私の大学にもセブンイレブンがあってあるんですけど、アイスコーナーが8割型ミルク系なの。柑橘系が全然ないの。なんか配分がおかしいんだよね。はい、ということで一旦ここは作業できるぐらい綺麗になったんで作業しようと思います。これから今日は iPad に一言日記を書いてるって話は結構してるんですけど、1週間ぐらいサボってるんで今からその一言日記を書いていきます。で、大体1週間ぐらいだったら思い出して書けるんですよ。スマホで写真見ながら、あ、そういえばあれしてたわこれしてたわで書けるんですよ。とりあえずでも昨日からのやつを書いてくるのが正解。やばい、もう7月だね。早すぎる。人のベッドでですね、今からお菓子を食べたいと思います。で、お菓子を食べたらお風呂に入ると思います。美味しいね。見て、私めっちゃ腫れてんなくてやばくない？熱も持って超軽いらしい。はい、ということでですね、ちょっと部屋着に着替えちゃったんですけど、今からメイクを落としていきます。もちろんほのちゃんのところで寝ましたということで今からメイクを落としていきます。私のメイク落としはコンビューラを使います。最近は大学ではですね、何の作業をしてるかって言った時に明確にこれをやってるっていうのは言っても多分伝わらないと思うんですけど、7月の後半にね、公表って言ってその作品を発表する日があるんだけど、それまでに作品を完成させなきゃいけないんですけど、今のところ結構順調に進んでていい感じです。今日はドリルで木にずっと穴を開けてました。結構これから地道な作業がね、増えてくんですけど、私は現代美術の作品を作ってるんで立体作品なんですよ。なんで意味とかがいろいろついてくるから、もう7割ぐらい、嘘、それは嘘だ、6割ぐらい終わってる。あとね、公表まであと10日ちょっとあるんで間に合うと思います。多分大体の美術の大学は1ヶ月に1個ぐらい作品を発表するみたいなペースです。洗顔してます。はい、ということで洗顔し終わったんで今からお風呂に入ってきます。はい、ということでお風呂から出てまいりました。はい、ということでですね、今回は大学のある日の一日をお届けしました。いかがでしたでしょうか。またね、ちょっとこれが夏休みに入ってしまって1ヶ月ぐらいは学校に行く予定はないんですけれども、でもまた学校が始まったら大学生の一日をお送りしたいと思いますので楽しめてください。ということでまた今度美大生の一日 Vlog 見たいよと思ったヒートグッドボタンチャンネル登録します。それではまた次回の生グルーしましょう。キャバイ。Loved you from the first time you called me late. Loved you for your wits and your wicked games. Yeah, always on my mind, always in my brain. Yeah, with you the summer came and went in a day, and I've been craving you since the first time that I sat by your side.